新幹線にはそれまでなかった本格的な食堂車が登場。8号車に連結されました。半年後には山陽新幹線が博多まで全通、乗車時間が最長で8時間近くになることから、それまでのビュッフェではできなかった本格的な食事の提供が必要になったためです。客席テーブルは海側に2人掛け、山側に4人掛けで、ゆっくり食事ができるよう通路との間に仕切りの壁を設置。しかし後に富士山を見ながら食事をしたいとの要望から、ここには窓が開けられました。食堂車には日本食堂、帝国ホテルなど複数の業者が参入、列車ごとに味やサービスを競いました。